耳を澄ませば実写化しますよと言われたとき、聞いたとき、どう思いました？正直ね、は？みたいな。やんなくていいよ、みたいな。そんな風に思った人多かったんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ見てきた結果ですね、すごくいい話でした。感動したし、その、なんていうかな、すごいほっこりするシーンもあったし、まあ映画単体として、その何、ジブリの映画を、まあ、なかったことにしてというか、実写版の耳を澄ませばというのを、一本の作品として、その中学時代と、その10年後っていうのを描いたという感じにしたんだろうなという感じはありましたね。だから、まあ、うまくまとまっていたというか、そういったところは、まあ、あったような気もします。ただ、耳を澄ませば、